誰呼んで。お兄ちゃん。お、はい、どうもこんにちは。お兄ちゃんだ。お兄ちゃんだ。お兄ちゃんです。ちょっとお兄ちゃんじゃん。ははちょっと並んだ、はい、え、森内高弘です。高弘くんと、はい、ひろ。死んでるな。でちょっとお客さん、タカがヒロキに弟に、うん、とんでもなく死んでるな。ごめん、マジ焦ったのが。いやいや。結構なんだろう、兄弟なんだけど主従関係じゃないけど、なんか弟は高いの弟とすごい今崇拝してるの。なんかもうね、うん、兄ちゃんみたいな。うん、そう絶対尊敬してて。うん、そうだ。そうそう、敬語なの。弟がお兄ちゃんに敬語なの。めっちゃ今ちっちゃい声で、ヒロキが誕生日だったの。そうで、高弘もそれを覚えてなくて、今日ヒロキ誕生日じゃねってなった時に、うん、あ、そうじゃんってなって、高弘にヒロキに電話して、あ、もしもしってヒロキ出て、で高弘にお前今日誕生日だったんだろ、言えよとかわけわかんないこと言って、ヒロキがいや、全然、なんか、なんて言ったらいいか分からなくて、って言って、そういうの言えよ、って言って、いや、いいんだよ、って言って、すいません、って言って、その時に、じゃあ、明日プレゼントしようか、って言って、しびれた、ほんと？相当すぎる。ああ、そう。ちょっと不思議な兄弟だな、ね、ちょっと家族関係は複雑だからね。いろいろあるから、まあ、あれだけどね。まあ、そういう点は、ちょっと弟にだけなって。でもそれも別になんか狙ってるってことですよ。普通にそう。俺もヒロ、ヒロキ、ヒロキとは連絡は最近は取ってない。でもまあ実の兄弟だからね、普通にやっぱり応援してますよ。女性のロングヘアとショートと、俺はロングも好きだしヘアも好きだな。その人に言う。お父さんに怒られたこといっぱいありますよ。I made music and drank food and peace and make love.